この2台のレッドブルっていうのと後ろのこれかなり迫力ありますね。こっちもいやこれなんてだからマスタングでしょ、ナイト3000のワクワクしますね。こんばんは、ゆうせいさん。今日はね、アメ車のイベントに出てきてやっと動画見ましたよ。で、朝吉谷さんから動画が届いてるの分かってたんですよ。で、内容も多分こういうことなんじゃないかなと思ってたら、まさにその通りの回答で、だいぶ気が合いますね。私もね、速稼塾は3万とかなんとか決心のこと言わずに完全フリーのがいいんだろうと思うんですよ。で、今まで通り高額塾に対してどちらかというとね、お客様目線で、読者目線で、視聴者目線で、そうだそうだっていうところに結局速稼塾っていうのがあるみたいなね、そういうのがまあいいだろうなと思ってたんですけども、どちらかというと私はね、まあ難しいというかね、困難な方を選びたいわけなんですよ。前回の動画でも言いましたけども、勝てる方法で選ぶんじゃなくて、誰もがね、そんなことしない方がいいんじゃないのっていうのでやっていきたいんです。これも私に対する挑戦ですね。成功する道とかうまくいきそうな道とか簡単な道はもう通りたくないんですよね。で、まあ、他にもいろいろとあるんですけども、実はね、私速稼塾 YouTube の動画っていうのはもう完全にですね、新規を集めるためとかではなくて、もう以前みたいにね、何千回転とかね、何万回転とか何千人の読者増とかっていうの全然狙ってなくって、速稼塾の塾生さんのサポート専用にこの動画を私の YouTube チャンネルで使ってるんですよ。でもう一つは塾生さんの紹介のためにやってるんですよ。ってことはこれ再生数減ってもしょうがないんですよね。アクティブな速稼塾の塾生さんが100人前後使ってるだけなんですよ、私の動画を。だから1万人のチャンネル登録いますけども、ほとんどがまあ無駄になってるといえば無駄になってるんですよね。だからこれも私3年かけて、最初はね増えていきましたけども、多分この形で2018年2019年、速稼塾塾生さんのために私の YouTube チャンネルを使ってると、このリストっていうのはまあ増えることは増えるだろうけども、そんなにたくさん再生されないだろうなっていうふうに考えてやったんですよ。でもそれも込みで、私は自分のそういったリストとか資産とか媒体を増やすよりも、まだ媒体ができてない人のために自分の身を割いていこうと思ってやったわけですよね。で、まんまとそうなったわけなんですよ。やっぱり私がね、こうやって紹介することによって収益化するチャンネルも出てきたりとかね、 YouTube で1000人とか2000人を超える人も出てきたりとか、やっぱそれは私がね、私はいつでも自力で復活できるというふうな自信がありますけども、もう誰かに手を引いてもらわないと、その稼ぎのステージまで上がれない人のために、自分はね、私はね、自分の身をこう いくらでも、ね、持ち崩そうと思ってて、それができたんでよかったかなってところがあります。それからリスクヘッジに関してなんですけども、まあ、例のやつも込みなんですけども、私はね、やっぱり最大のものは FX だと思って FX をずっと指導してきたわけなんですよ。3年もやってますからね、毎日のように。で、 FX で勝てる人もどんどん出てきて、まあ、そこはね、外注っていうか、私が直接指導じゃなくて、もっと力のある仲間のトレーダーにお願いしてるんで当然なんですけども、ただ私自身も最大の凡事徹底は1000日連続で FX をやって、そして勝てないところから勝てるところをずっと3年間見してきたっていうのがありますね。このね、 FX の力ってのはむちゃくちゃすごいなと。公開限定の動画ばっかりですけどね、私でもこれをここまでできるんだと思いましたね。本気で FX だったらこうなるんだと思いましたね。まあそういうところもあったりとかね、いろいろあります。それでね、何回か私お話したと思うんですけども、私メルマガの読者さんって自力で1年間で2万人にしたんですよ。2015年から2016年の間に2万人にして、どうなかったかっていうと、なんと今6万人いるんですよ。なんかどん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 増えて6万人になったんですよ。で、6万人でちょっと止まってね、今5万8000人ぐらいになったんですけども、これはすごいなと思います。なんでこれが起きてるかっていうと、なんでなんでしょうかね。それは私のメルマガフォームをどっかに置いといたわけなんですよ。サイトに、量産したサイトに。で、そのメルマガフォームの上にメルマガに誘導するための、セールスレターがあるんですよ。私はそれ削除してなかったと思うんですよね。で、そこを読んだ人、熱心に何回も何回も私のどっかのね、サイトを読んだ人がメルマガ登録に至ってビジネスレポートってのを登録してるんですよね。それがなんとね、私が気づかないうちに2016年以降、2017、18、19と3年間で6万人になってるんですよね。で、この6万人の中から実は私の動画に誘導されて、この動画を見て、速稼塾ってものにね、来てくださった方もいるんではないかなと思います。ちょっとここは分かんないですけどね、メルマガから来ましたって言ってくださらない限り分かんないですよね。まあ、そんな形で今ね、こういう風になってるんですよ。で、まあ今回の動画をまとめますと、
なんでそんなことするのっていうのを私はいつもやっているってことなんですよ。なんでそういうふうにするの、え、久保社長なんで麻雀やらずにそんなことをネットビジネスやってるんですか。ネットビジネスやっちゃうんですよ。え、なんでそんなサイト量産してるんですか。サイト量産したんですよ。何、今更メルマガ、メルマガって2011年ぐらいからすごく熱いって言ってたのに、指導はしてるくせに自分ではメルマガやってないじゃないですか。2015年からやっと始めたメルマガやってるんですよ。なんかね、そういうふうに、そういえばその前は Facebook ですね。 Facebook で、ものすごくね、あのマーケット作って、そこでガン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 セールスかけたりオプトインとかやってたのに、今全くやってないんですよね。だから育ったものはね、こうやってね、次々と捨てていくというんではないですけども、新規採用用に広げたものを今度は速化熟成さんのために使ってきて、で渡り歩いて今 YouTube なんですよね。うん、でチャンネル登録1万人っていうのは、あの形だけでも1万人に自力でする人っていうのはもう極端に少ないんですよね。で私は1万人アクティブになった後、1万人の方全員に響くようなメッセージじゃなくて、速化塾熟成さんのサポートを必要とする一部の人だけのためにこの1万人のチャンネル登録をね、まあ使ってきた、まあいわゆるね、あの資産的には無駄遣いしてきたわけなんですよ。でも資産的な無駄遣いはしたけども、私は自分のこの無駄遣いがね、まだ力のない人に私の力を分け与えることができたというね、まあ塾長としての役目は果たしたんではないかなと思ってます。うん、まあこれはね、本当ほとんどの人がやらないと思いますけどね、ほとんどの人がチャンネル登録者数を増やすためとかに、使ってですね、人の紹介なかなかしなかったりとか、まあそういった形だと思うんですよ。私はいつもね、そうやって逆張り発想っていうんですかね、まあそういう風になっちゃったんですよね。まああとね、一つね、吉谷さんにまあネタを言われたなっていうのは、やっぱあれなんですよ、速化塾の塾費を45万にしますってのは別に、いざ4月になったからって言って別に45万にしなくてもいいんですよ。ずーっと同じでもいいわけなんですよ。だからそこは、まあ、速化塾値上げしますっていうことによってね、多分、こうなるだろうなっていうのを、まあやってきたのと、あとまあ、今のチャンネル登録でね、高額なものを売っていくっていうのには、まずはローンチをかけていかないといけないんで、それさえせずにね、毎年の慣例のように45万って言っても、これはね、そんなうまい話じゃないよってことなんですよ。まあ、お申し込みは10件ぐらいしかないですよ、本当に。で、以前みたいにね、500件ボカーンと来るとかね、100件まとめて1日に来たとかね。うん、ないです。それはもう、それでいいかなと思ってるんですよ。うん、でも、私はそこら辺で、塾生さんにね、見せたいところがあるんですよ。ビジネスを渋っていて、まだ何もできない人。で私がやろうよって言ったら、それ久保さんでもできるんですよって言った人に、いや、ここまで私は自分の身をそぎ落として何もない人間になりましたよということで、まあこれはね、これも塾生さんのサポートです。もう含ましてあるわけですよ、ずっと1年間私はあえて自分の状況を不利にして、それでも目的のためにね、達成させますよということをね、ずっと申し上げてきて、今ここに至るわけなんですよね。え、もう無駄多いというか、まあこれも、ね、投資で稼げるっていう背景があるから、こういったサンプルテストができるわけなんですけどね。まあただ私の発信を期待してチャンネル登録してきた9000人の方には背を向けてるってことにはなると思います。そこは一つ心残りですけどね。うん、まあでも同時にですね、私はチャンネル登録これからね、10万人を目指してやっていこうかと思うんですよ。1万人を10万人するっていうのは、100人のチャンネル登録を1000人にするのと同じぐらいの難易度、果てしなさだと思いますんで、私はね、100人の人が1000人に向かうのと同じぐらいの苦痛を私も、まあ、追っていこうかなと。1万人を10万人すると、しかもこの1万人ってのは実質的に100人ですからね。100人を私は10万人にしようとしてるわけですよ。もちろん結果がそぐわないかもしれません、笑われるだけかもしれません、でもいいんですよ。これは自分へのトライですからね。誰かの評価を気にしてやるものではないです。自分の全知全能をかけてやるものです。まあ、どこまで行っても私はね、麻雀店で借金抱えてインターネットビジネスの命もやってない、チャンネル登録ゼロとかね、リストゼロの時、あの時よりはだいぶ有利ですからね。だから あそこから麻雀店からここまで来たんで、今少々体制を壊したからといって微動だにしない結果が待ってると思いますね。そのぐらいの自信と活力と突破力っていうのは当然私には備わってますんで、ご懸念なく。ただ私も気が変わりやすいんで、やっぱやめようかなっていうふうにね、なると思いますよまあそういうのも込みでね、今回今年のね、まさかこんなこと言い出すのっていうふうなことを逆に吉谷さんにもちょっとね、発信してみたということでございます。そしてですね、まあ私の何ていうんですか、非公開のチャンネル、なんとね7万8000人ですよ。もうこっちの方はこれはすごいですね。7万8000人になると、だいたい収益っていうのは、広告収入っていうのは50万ちょっとになりますね。
まあ、あのなんか広告の質もそんなに高くないのかもしれないですけどね、単価としては若干安めかなと思います。で、私が今チャンネル登録者数形だけ1万人のように見えますけども、それでも月収が10万で安定しました。結構いい金額でしょ。だから多分この私のやり方でこのチャンネルを10倍に膨張させると月収は100万前後っていうことになるんだろうなと思いますよね。私の非公開のチャンネルの方の7万8000人っていうのは多分ね、これね70万人とか80万人にしてもそこまでねいかないんじゃないかなと思いますよね。頭打ちのような気がしますね。50万が60万になるくらいかなと分析してますね。はい、それではですね、いろいろとお話しくださった吉谷さんのためにドリームアカデミアのテーマソングをプレゼントします。どうぞ。の夜が目だらけ深すぎ砂子が崩れる見たことあるかもね。それなのに今かでみます深すぎる砂子目だらけ深すぎる目を転ぶ見つめた雑誌を見たらしい。それなのに今かでみます。